ボートレース都のボートピア協定また開設10周年記念シーズン2日目、今朝の濃い霧のため全体的に進行が遅れております。この後の12レースの締め切り予定は16時40分となっております。皆様にはご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。さて、11、12はポイントアップのレース。11レースは昨日に続きまして岩清水選抜戦です。1、2、3、4、5、6枠なりのコースとなりそうです。まずインコースには1号艇東京高橋英雪が入ります。2コース2号艇埼玉山崎由伸。3コースに3号艇滋賀柘植正広。1番、2番、3番。4コース角でしょうか。4号艇は兵庫松本克也。5コースに5号艇東京小林靖。大外6コース6号艇徳島の武田義行です。進入スタイル3対3です。ここは1番のインの高橋が人気の中心、そして4番の4角松本克也が人気対抗格か、さらに2番山崎や5番の小林といった A 級メンバーも人気です。向かい風が現在2メートルほど、進入コースインコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第11レース岩清水選抜戦スタートしました。外3艇がまずいいスタートで伸びて4角からまくっていくか、4番の松本克也、インから迎え撃つ1番の高橋、競り合った両者ですが、ここでまくった4番松本克也が先頭でバックに入って、そして内をついた5番の小林は2番手、1番高橋は現在3番手、その1番高橋のうちに6番の武田が並んできまして、1番、6番、3番手並走状態、後続2番、3番も並んでいます。まず上位2艇4番、5番で第2ターンマーク、スタートは正常でした。そして6番の懐を刺して1番の高橋、ここで3番手、その1番高橋が前の5番の小林を追っていますが、まだ定間開いておりまして、上位3艇は4番、5番、1番、その後は6番、2番、3番です。先頭は4番、松本克也、そして2番手が5番の小林靖、3番手、1番の高橋英之です。6番の高田もここはまだ4番手追走から、あっという間に1番の高橋を捉えて、ここで6番の高田が3番手浮上。上位3点は4番、5番、6番ですが、まだここは3番打線、6番、1番、定間は僅差です。2周第2ターンマーク、4番松本から5番の小林、6番の高田が3番取り返し、1番高橋離されました。4番手上位3点は外枠3人です。4、5、6、その後1、2、3の順。スタート良かったのが外枠勢です。外枠勢0台後半のスタートからまず4番の松本克也が4角からまくっていきました。そして内をついたのが5番の小林、その後6番の武田、1番の高橋の3番手、現在は最悪点で6番の武田が3番手、これを1番高橋4番手と追っています。4、5、6で最終第2ターンマークの折り返しです。最後直線コースへ帰って3番手は6番武田がキープ。4、5、6まもなくゴール。先頭4番の松本克也、五輪2番手5番の小林、3番手6番の武田、1番高橋4番手、残るは2番の山崎、最後3番の柘植がゴールいたしました。以上第11レース岩清水選抜戦でした。